予選をクリアした24名によりまして、これから4個レースで準優勝戦を行います。それぞれのレースで上位3着までの選手と敗れた選手の中から得点上位6名が明日の準優勝戦に進みます。まずは1つ目の準優勝戦第9レース、1号艇山口の新田和則、2号艇香川の木村光弘、3号艇広島の木山和之、4号艇香川の平池仁、5号艇東京の坂本範勝、6号艇佐賀の赤嶺和也、以上の6名です。枠なりの作戦待機行動です。人気をリードするベテラン1号艇の新田和則、昨日は伸び型にしまして連勝、この1号艇をゲットしました。今日は出足型に持ってきている様子です。今日の前半は3コースから2着、2号艇の木村光弘2コース、モーターはまずまずといったところでしょうか。3コースは3号艇の木山和之、徐々にホーム側に移ってきまして1、2、3と船を向けてくるところです。後方引っ張って4号艇の平池仁、シリーズの2日目からプロペラの調整が合ってきているといいます。5コースは5号艇の坂本範勝、レース同時中の足が良くてやや怖い存在です。6コースが6号艇の赤嶺和也、進入体系はインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番の並びです。スタートしました第9レース、あまり差がないスタートですが、内側に手が好スタート、1号艇の新田、2号艇の木村、一周1番から1号艇の新田がインから回る、3号艇の木山まくる、2号艇の木村流れ、懐は4号艇の平池の差し、ここはまくり切りました。3号艇の木山がトップです。スタートは前提正常でした。3号艇の木山まくりトップ、そして2番手が4号艇の平池、すぐ後ろから1番、さらには2番、6番です。一周にマークは3号艇の木山がトップで回る、続いて4号艇の平池が2番手、3、4の体形は変わりなく、後方3番手は1号艇の新田、引き離していきたいところ、1号艇の新田3番手です。上位体系3番、4番、1番、レースはこれから2周目に入ります。2周1マーク、トップは3号艇の木山和之、続いて2番手4号艇の平池が1番を沈めながらの旋回で2番手をキープ、3番手水が入って1号艇の新田和則、上位の体系変わりなく3、4、1です。後方水が空きました。5号艇の坂本範勝4番手、5番手は2号艇の木村光弘、最後方は6号艇の赤嶺和也。2周2番からホーム側、3号艇木山、4号艇の平池、3番手は1号艇の新田です。先頭から3、4、1、レースはこれから最終周回に入ります。少し遅れた位置からの付け前が決まってきました。3号艇の木山和之、思い切った旋回でした。3周の1番から向こう正面へ、続いて2番手が4コースから差して捉えてきた4号艇の平池、3番手は1号艇の新田、キープしています。上位の体型は3番、4番、1番です。この組み合わせ3連単のオッズは満周券で 203.1 倍です。後方は5号艇の坂本が4番手、2号艇の木村5番手、最後方は6号艇の赤嶺和也。ラストターンマーク、3号艇、4号艇、1号艇と折り返し、第9レースまもなくゴールを迎えます。先頭3番木山ゴールイン、4番ゴールイン、1番ゴールイン、5番ゴールイン、2番ゴールイン、ラスト6番ゴールインです。